こんにちは、2代目グロさんです。本日もよろしくお願いいたします。ただいまグロさんはですね、平川市にありますとある公園に向かっております。ツイッターとか見てたらですね、面白いものがあるみたいなんで見に行ってみようかなと思った次第です。今日はね、そのついでというわけではないんですが、周辺にありますなんとなくアートっぽい場所を巡ってみたいと思います。いやー、今日は天気いいですね。本当に快晴快晴ね。岩木さんも雲一つぐらいはあるけど、今日だったらスカイライン登っても景色がね、素晴らしいと思いますよ。このぐらい天気が良かったらね、多分もうちょっと早く家を出て山頂までね、頑張ってみたかもしれませんね。秋も深まってまいりましたから、ご覧の通りね、稲もね、だいぶ実ってまいりました。なんだかんだ言ってもう9月ですからね、早いところだと稲刈りとか始まってるんじゃないですか。青森県はまだかもしれないですけど、もっと南の方はね、もう新米とか、さすがにまだ新米は出てないのかな。何はともあれね、食事が美味しい季節になってまいりました、ね、同時にお腹周りも気になる季節になってまいりましたね。最近グロムのリアショックを交換したんですが、少し乗ってみて分かったんですが、地味にね、お尻のダメージが軽減しているみたいですね。今までの純正のリアショックの時は30分ぐらい乗ると痛くなりだして、1時間以上乗るともう骨折ジンジンって感じだったんで辛かったんですけど、リアショック交換してから連続で2時間ぐらい乗ってみたんですね。それでもまあ痛くはなりますよ、それはもちろん。お尻が痛くなるんですけれども、まあ普通にまだ乗り続けられるぐらいのね、ダメージだったんで、かなり改善してると思います。やっぱりバイクに乗ってると常に路面のね、デコボコによるダメージを受けてますんで、ちょっとした違いでも長時間乗ってるとやっぱりかなりの差が出てくるんでしょうね。いや、これはこれからロングツーリングをね、秋の涼しくなった頃にロングツーリングを企画しているグロさんにとってはなかなか嬉しい誤算だったわけですが、とりあえず2時間乗って大丈夫だったら1日行けるんじゃないかなと期待しているんですが、いかがでもんでございましょうかね。40歳も過ぎてきますとね、そろそろ健康診断の結果もいくつか引っかかりそうなところが出てきますから、幸いね、まだ胃腸全部基準値内に収まってるんですけど、怪しいのもね、ちらほらあるんで、食生活とか気をつけないと、今は良くても10年後20年後にね、リアショックと一緒でね、小さな積み重ねで後々大きなダメージが出ても嫌なんで、やっぱダイエットするしかないか。というわけで今日はね、夕飯ごちそう食べようかな。ごちそうとデザートね、最後の晩餐ってことで、ああ明日からダイエットか、頑張ろうっと。目的地がね、そろそろこの辺のはずなんですが、次を右折してすぐらしいですね。なんだ、なんか煙ってるな、なんか燃やしてんのかな。まあバイクだとこういうのめちゃくちゃ匂いして嫌なんだよな。うわ、煙、細い路地に入ってきましたが、あ、これだな、ここだ、ここの公園らしいですね。ここの公園らしいんですが、なんか目的のものがね、ありませんね。あれ、コロナだから撤去されちゃったのかな。
ネットで調べた情報ですと、この通路の突き当たりあたりにどこでもドアがね設置されてたはずなんですよ。だけどなくなってますね。今月20日ぐらいまであるってなんか書いてあったんだけど、ピンク色の高さ2メーターぐらいのどこでもドアそっくりなやつが、オブジェがあったはずなんですが、撤去されてますね。多分コロナの影響ですね。人が集まんないように、密にならないように予定より早く撤去されたのかもしれませんね。残念。まあないものはね仕方ないんで、次行きましょう。次、お次は田舎館駅に行きたいと思います。以前に全国放送のテレビ番組で放送されたことがあるので、まあ知ってる方もいらっしゃるかもしれませんけど、ヨロさん実物見るのは初めてなんで楽しみなところなんですよ。そこへ向かいたいと思います。お、踏切があるということはこの辺っていうか通り過ぎるとこだった。踏切があるからこの辺だと思ったらすぐ目の前でしたね。ご覧の通りね、一見普通の駅に見えるんですが、中に入ってみるとびっくり仰天なんですね。あ、中にちょっと人がいますね。お口バイ KK で行きますか。田舎館駅の方はね、なかなかインパクトがありましたけど、次の目的地はですね、すぐ近くなんですけれども、田んぼアートの会場ですね。例年ですと観光客も結構来てまして、綺麗な田んぼアートが見れるんですが、今年も去年もだったかな。こちらもコロナの影響で残念ながら
中止となってしまいました。一応展示はね中止なんですが、田んぼアート自体はどうやらやってるようなんですね。なので、まあ、展望台とかの高いところからは見えないんですけれども、まあ一応雰囲気だけでもね見てこようかなと思います。っていうかもう着きましたね。もう線路挟んで向こう側が田んぼアートの会場です。もうすぐ近くですね。もう着いてしまいました。ちなみにね、こちらの田んぼアート駅なんですが、先ほどの田舎館駅の一つ次の駅なんですね。もうすぐそこだったんですよ。見えるんじゃないかな、線路沿いに立てば。そのぐらい近かったです。もともとこの駅はですね、もともとここに駅はなかったんですが、こちらですね、あの高い建物が田んぼアートを見るために作られた展望台ですね。その下のこの辺りなんですけど、本来はねここに田んぼアートがあって、あの上からですねエレベーターで登ってちょうど見えるはずなんです。例年ですとね、今年はやってませんけど、その田んぼアートを見に来るために新しく作られた駅なんですね。まあいつ頃作られたかは詳しく知りませんけどね、ご覧の通りね、先ほどの田舎館駅に比べてもだいぶ作りが新しいですからね。田んぼアート、田んぼアートね、田んぼアート、次の駅が田舎館、先ほどの駅の中がねアートになってたところですね。っていうか見えますね、向こうの方に赤っぽい屋根があるんですが、多分あれが田舎館駅じゃないのかな。すぐそこだ、本当にすぐそこですね。というわけでね、平川市周辺のちょっとアートっぽい場所を巡ってみましたが、いかがだったでしょうか。まあなんと言いますかね、毎度のことながら出だしからねいきなりオブジェが撤去されていたりして、相変わらずグダグダな内容でしたが、田舎館駅はねいい絵が撮れたんじゃないでしょうか。グロさん的にはね満足してるんですけど、ご覧の皆さんはいかがだったでしょうか。それではね、今回の動画はここで終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントもよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。へばなー、バイバーイ。